さん。こんにちは、園芸ラボの坂本です。今日は植物の品種改良に普通に用いられている突然変異育種についてご紹介いたします。普通植物の育種というものは交配後や花粉と花粉を雌しべにつけて品種改良を行うのですが、突然変異育種は例えば柑橘類、温州みかんの枝代わりといったように自然界で普通に生じた突然変異した枝を増殖して品種として固定します。これが突然変異育種あるいは枝代わり育種と言われるものです。ただし普通に出てくる突然変異を待っていたのではなかなか狙った数の育種を行うことはできません。ですから自意的に X 線やイオンビームといった人工放射線とかを使って確率を上げる、突然変異の確率を上げる育種法が人為的突然変異育種というものです。今回このハエトリソウに若沢エネルギー研究センターのイオンビームを当ててどのように変異するかをラボで見てみたいと思います。こちらが無症者のハエトリソウの組織培養苗です。こんなちっちゃい植物ですね。これにイオンビームプロトンを10グレイ、20グレイ、30グレイと当ててみました。見てお分かりの通り10グレイと無処理はほとんど差がありませんが、20グレイ以上ですと組織が一部壊死していますね。このことからハエトリソウの組織培養苗に最適な照射線量は10グレイから20グレイの間ということになります。今回園芸ラボではこの植物を水桶に植えてどのような変異が起こるか展示してみたいと思っております。植え終わりました。やっぱり照射線量が多い方が生存株率が低かったです。照射の影響を受けてますね。照射がしっかりできた証拠です。ではこれからこのイオンビームを照射したハエトリソウがどんな生育をするか楽しみですね。じゃあ皆さんと共に見守っていきたいと思います。まったねー。